はい、こんにちは。ザ・ゲームチャー、春木時給でーす。今日ね、ご紹介したいアイテムは、こちら。VX ゲームさんのですね、ウィザーズガーデンですね。まあ、完全にね、二人用のね、アブストラクトゲームなんですけども、XV ゲームさんのですね、ウィザーズガーデンですね。まあ、完全にね、二人用のね、アブストラクトゲームなんですけども、XV ゲームさんといえばですね、2018年ぐらいからですね、こちらも同じようなアブストラクトなんですけども、リブラリアンとかですね。まあ、このあたりのゲームはですね、東京都内とかですね、まあ、関東区域のイエローサブマリさんとかではですね、入手して今出回ってると思いますけども、これよりちょっと確か前の作品だったと思いますけども、こちらもですね、二人用のアブストラクトゲームでした。こちらね、XV ゲームさんからレビューのね、サンプルを今回お預かりしてご紹介しています。で、これね、こちらのね、方が非常にシンプルなゲームなんですけども、少しね、面白い味わいがあるゲームでしたので、今日ね、そのあたりをご紹介したいと思いまーす。はい、こちらですね、XV ゲームさんですね、ウィザーズガーデン。まあ、二人用のね、アブストラクトゲームなんですけども、いわゆるですね、オセロチックなね、格子が書いたブロックのところにコマを置いていて、相手のコマを取っていきますよっていうゲームなんですけども、そこのところで大体陣営とか決まったりするんですけどね、その辺がすごいフリーになってるっていうところが変わったゲームでした。で、これまたね、コンポーネントからしてちょっと変わってるんですけど、まあ、これ袋になってまして、当然この中にマニュアルが入ってて、コマが入ってるわけなんですけども、コマはこういう緑側と青側が両方ありますね。ちなみにこれ、ね、リバーシブルになってるんでね、どっちも緑と赤が印刷されてるところになってて、これで全部なんですね。いやいや、ボードはっていう話なんですけども、このさっきの巾着袋なんですけど、これの裏面がね、このボードになってるってね、非常にシンプルなタイプのゲームでございました。で、これどうやるゲームかっていうと、まあ当然たくさんね、このコマを取った方がいいっていうゲームなんですけども、最初に初期配置がまあありまして、初期配置をやって終わったらですね、各プレイヤー手番では1個置いて、相手のプレイヤーも1個置いてをずっと繰り返していくと。で、これがだんだんなくなっていったらですね、まあゲームしようということなんですけども、これね、非常に面白いのが、置くと置いたコマの色に周りのコマが影響されて色が変わると。例えば、ここのところに置くと、こう変わるんですね。で、次のプレイヤーが、いやいや、こう置きますよっていうと、こうなると。これ、どっちのプレイヤーがね、どの色とか関係ないですよ。何でもよくって、とりあえず、置くと、その色に周りが変わると。で、何をしたいかっていうと、縦、横、斜めのいずれかの路線のところに、同じ色が4つ集まったら取れるんですね。だから、こっちのプレイヤーがありがとうございますって、こうビッてこうやると、ここに4個並ぶので、1個もらえて残りは買える。だからこれでワンポイントなんですね。これを繰り返す。だからちょっとここ減っていくわけなんですけども、あ、しまった、見逃したなって言って置くと次のプレイヤーのところもだんだん詰まってきますよね。だからいつのタイミングで取られて取ってっていうのが決まるかっていうのを必ず考えながら行かないといけないゲームではあるんですけども、必ず置くと縦と横が変わってしまうので、相手に取られないように、でも必ずどっかに置くしかないんで、こうなると厳しいんですね。どこ置いても333になっちゃうので取られちゃうんですよね。こんな風に置いちゃうと。もうしょうがないですよね。しょうがないんで、じゃあこっちに置きますよっていうと、またパタッパタッパタッパタってね、ここ全部なるので、もらいますと。こんな感じなんですね。もう非常にここのところがいやらしく、できているゲームなので、いかにこの 2-2 の状態を自分の手番で作って相手のところを出すかってね、これどこを置いても必ず 2-2 になるように見せかけながら、いやいや、ここがありますよってやられると、これで完全に2-2なんで、どこを置いてもやられるじゃん、形になっちゃうと。こういう仕掛けになってるゲームなので、お互いのどこを置いていきますかっていうことを考えながら、行っていって、置いていって、その色が揃うと取る。だから非常に変わってるんですよね。必ず置いたら周りの色がパタパタって変わりますと。オセロみたいに挟む必要ないんですよね。隣接する上下左右が必ず変わると。変わって終わって縦、横、斜めのどれかのところに4つ同じ色が揃えば1個もらえて残りを変えると。これをずーっと繰り返して、そのうちこう置けなくなってくるんで4つ足らなくなっちゃいますからね。なった時に持ってるものが一番多いプレイヤーが勝ちと。まあ、もちろんタイブレイクのルールが実はちょっとあるんですけども、あるんですが、まあそれは別に置いとくとして、ここに持っておくのは一番多い人が勝ちと。こういう形なんですね。初期セットアップもちょっと本当は細かいルールがあるんですけど、まあそれルール参照いただきたいわけですけども、基本の流れのところは本当に必ずどっかに置かなくちゃいけないと。置いたら裏返ってくると。裏返ると次どこ置くんだっていうことを
考えていく。考えるときに下手打って受け始めるともうずっと相手に取られていくので、どっかでそれを逆転する手がないかっていうのを悩みながら進めていくと。でこの置いたときに裏返るっていうシステムが若干ユニークになっているので、この辺りのところが面白く出来上がってるんじゃないかななんていう作品になってます。なんでこれ完全に2人用のねアブストラクトゲームになっていて、まあ、ルール的にも本当に置いていって上下左右裏返って縦横斜めになって、さっきがね喋ったルールぐらいしか基本ありませんので、若干実際のところは遅れ以外のルールと初期セットアップルールとタイブレイクの時ね、まあ、最終的に同じ点数になった時のタイブレイクルールっていうのはありますが、まあ、実際これね英文ルールこんなしかありませんのでね、これで全部なので、こっち別の言語なので英文ルールこれだけしかないので、非常にシンプルなアブストラクトゲームなのでお好みの方には刺さるんじゃないかななんていうふうには思います。はい、こちらですね XV ゲームさんのですねウィザーズガーデンをご紹介いたしました。まあね当チャンネルねご覧いただいている方ねご存知かと思いますけど、私ねアブストラクトゲームすごく弱いんですよね。なんであんまりしないんですけども、まあさすがこのぐらい軽いゲームだってもうほんと数分で終わっちゃいますからね、パタ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 ってね置いていくって。でもここ置くときねうんうん悩むんですけどもね、いうところ悩みどころがあるので、しかもこれね簡単にね持っていけますからね、携帯性も良くっていいんじゃないかなと思いますね。でこの XV ゲームさんね、この前のリブラリアの時もですね、こうなかなか変わった、この図書館をね、同じような十字のクロスしたところの隅っこのところを取る、つまりこれで 4×4 の16箇所あるんですけども、ここを取り合いしましょうっていうなかなか変わったアブストラクトを出されていて、どうしてもね、無機質なものがたくさんある場合が多いですけども、こうしたですね、ウィザーズガーデン、ちょっとね、袋もね、おしゃれになってますからね、裏面がね、特にね、ボードになってるのがかっこいいんですけども、いうのも試してみられてはいかがでございましょうか。はい、ということで今回はですね、XV ゲームさんのですね、ウィザーズガーデンをご紹介いたしました。ザ・ゲーム・チャンネルの春、99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲーム・ガイ・チャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですねプレイレポートなどをお届けしております。もしですねこのチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲーム・ガイ・チャンネルの春、99でした。